2013SY99 は、エッジワースカイパーベルトにある太陽系、外縁天体である。2013年9月29日に、マウナケア山のカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡の太陽系外調査によって発見された。この天体は、太陽からおよそ50から1300天文単位の間をおよそ2万年かけて降転する。この軌道長半径は当時発見されてきた軌道の 中で最も長く、近日点においては、海洋性の影響を強く受けていることが判明した。現在、軌道長半径がこの天体より大きいと判明している天体は、セドナと 2012VP113 と2010、ギガバイト174のみである。また太陽系外縁天体の中で 2012VP113 とセドナの次に近日点が遠い天体である。 天文学者のマイケル・ブラウンとコンスタンチン・バトゥイギンによれば 2013SY99 の発見はプラネットナインの存在を示唆する証拠であるとしている。しかしこの天体を発見した天文学者の一人であるマイケル・バニスターはこの天体の軌道はほぼ太陽系の王道面にあるためもし期待通りプラネットナインがこの惑星に影響を与えているのであれば この天体の軌道傾斜角はより傾いているべきだと反論している。この天体の存在は2016年に発表されたが、観測結果は2017年まで公表されなかった。2013SY99 は3年間の観測を経て、小惑星センターと JPL スモールボディデータベースのリストに2017年4月6日に追加された。 2013SY99 の直径は 250km ほどで表面は赤い。2052年には海洋星からおよそ20天文単位まで接近し、2055年には太陽から50天文単位ほどの近日点に到達する。ありがとうございます。